よく死ななかったな。運命の矢は一つさ。こちらの動きは六角に筒抜けか。今到着したばかりで兵は疲労困憊。無論敵もそれは把握してるだろうな。だからこそ今攻める価値がある。お市様をめとり幸せ絶頂の長政様にそんな妙案が思い浮かぶかな。殿は我らが思っているより聡明だ。全軍突撃。おお、行くぞ義継。手柄が逃げる。浅井長政、近江の大名浅井家の治癒に優れた若き当主である。ある時長政は婚姻を結ぶ。相手は尾張の大名織田信長の美しき妹お市。信長は浅井家との契りを利用して美濃を制すと、先の将軍の弟足利義昭を擁して上洛を開始した。長政はその途上で六角軍に襲われ危機に陥っている兄信長を助けるべく昼夜兼行で駆けつける。若さにあふれ夢を追う長政に疲れはなかった。彼は高虎、義継ら若き臣と共に爽やかに戦場を駆ける。近畿の将観音寺城の戦い。愛する人のために己の道を行くだけだ。よかった、兄上はご無事だ。任せておけ。昼夜問わずかけてきた甲斐があった。織田軍は敵六角軍に包囲されている。包囲網を突破し兄上と合流し、六角は我らがまだ動かぬと思っている。一丸となって進めば容易に突破できる。バカだ、縁を駆けつけたばかり。こんなに早く軍勢を動かせるわけがない。上洛途上の無防備の兄上を狙い六角は挙兵し織田の軍勢を分断した。兄上が倒れれば当然上洛はならない。ダンスの闇は一層深くなる。長政様はそんなお兄様の大切な盟友です。どちらが欠けてもなりませんね。
見事でございますな。大義、この戦を盟友たる浅井家に預けよう。敵像をことごとくほふり、今日への道を開け。ただ六角を打ち破るだけでなく、兄上の人生も救ってみせます。守り抜く。おのれ、織田に覇権を渡してなるものか。開門。敵将討ち取ったり。守り抜く。私は強くなれるのです。後ろをすべて絶やし、信長の道を開け。これはいずれもご存知の大悪党にて候。まずは信長めの面体拝ませてもらおう。今今
せば機内が、いや戦国の運命が我が輩の手に落ちる。これで終わりと思うなよ信長。貴様の運命必ず飲み食らってみせよう。長政殿の傭兵、実に見事じゃ。手柄を全部持ってかれてまうわ。これあざい、この地を信長に差し出すつもりか。開門。Thank you.
一の幸せだ。それがしの幸せだ。恐れては兵はついてこぬ。やもうじさと参る。こいつは無理をなさらぬ。開門。天守閣に進みたくば、わしの屍を越えてゆけ。者どもが片付いた。これで我が輩が信長に勝てば、我が輩が完全に覇者になれるわけだ。実に圧倒らしい上手い手ではないかな。勝利条件変更。させたな、どっかくさん。俺様が来たからにゃ、もう心配に渡す。タトアラシゲット、ユナニン、石川ドーモン、トダ本陣へ突撃。Yeah!
忠武の子高明。観音寺城にはアリ一匹通さぬ。祈りましょう。どうしても譲れない思いがあるから。当主ヨシハル、観音寺城も我らの覇権も絶対に譲らん。どうしても譲れない思いになるから。どうしても譲れない思いがあるから。で京への道は開いた。兄上、今こそ上洛し乱なき世界を。これで兄上は上洛を果たすだろう。確かに兄上には苛烈なところもある。だが生半可な覚悟ではこの戦乱は変えられぬ。それがしは兄上のその覚悟についていきたい。いや、その覚悟を超えた先にある世をつかみたい。一、皆が幸せに暮らせる世がもうすぐ訪れる。長政様、皆もよくやってくれた。これからもそれがしを支えてくれ。長政様はこのまま信長の総督となって生きるのだろうか。仕方ないことだ。時の流れには逆らえない。